地図アンチョールジャカルタベーシティは、インドネシアのジャカルタにある、遊園地、ゴルフ場、ボーリング場、リゾートホテル、プール、水族館などが一体になった、テーマパークや高級住宅が立ち並ぶ地区である。アンチオール海岸のマリナヨットハーバーから、ジャカルタ湾にある、リゾートアイランド行きの高速船が出る。運営は、PT、プンバングナムジャヤアンチョール、TBK、年までの正式名称は、 インピアンジャやアンチョール公園、現地の人々は、このテーマパークをアンチョールと呼ぶ、数々の施設があるが、ゴルフ場、シーワールド、ドゥニアファンタジー遊園地とフェスティバルビーチでは、様々なイベントが行われ、家族連れの遊び、夜にはカップルで賑わう場所である。大晦日には、カウントダウンイベントや、ダンドトライブや、花火大会が開催される、フライドチキンや、 ミバソなどのファーストフード店、ジンバラン、シンパンラヤなどのレストランがある。その中でも特に、バンダルジャカルタインサイドシーフードレストランは、魚市場のような雰囲気で、イケスから自分で選んだ魚介類を調理してくれることで知られている。アンチヨール地区の入場料は、ルピア1万で、車、バイク、施設の入場料は別。総面積552ヘクタール。 東南アジアの最大リゾート地区であり、地区内の移動方法は車、タクシー、ケーブルカーがある。ありがとうございます。